はい、こんにちは。イタリアンパパシェフ、おからです。いつも見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日はフレッシュパスタ、フレッシュトマトを使ったパスタですね。子供と作るというのが一つのテーマでして、一緒に作って、できた動画を皆様に披露したいと思います。レシピは簡単です。トマトのみでは行ってきましょう。トマトをカット、これはまあだいたい1センチとかそのぐらいの大きめのカットでいいです。だいたいで大丈夫です。煮込んだら、煮込むというか火を入れるとトマト崩れてしまうので、ここで大切なのは皮を剥かないということです。皮を剥いてしまうと大切な栄養素、そして皮には一番香りも入ってますので、そこを取らずにそのままトマトをカットして使っていきます。包丁は動かさないと切れないので、このようによく動かして切ってください。イタリアンに一番大切なニンニクです。これもフレッシュからニンニクの包丁です。この背で潰して皮を剥き、ちょっと薄めにスライスしてちょっとだけ使います。だいたい1ミリとかそんな感じの厚さでしょうか。あんまり入れすぎちゃうとちょっとニンニク臭くなってしまうので、で食べた後ちょっと人と会うからっていう人方はニンニクを外してしまえば、その後匂いは気にならないと思いますので、逆にこうブロックで入れて取りやすいように取り出すという方法をおすすめいたします。フライパンに弱火で火をつけ、ニンニク、そしてオイル、この時オイルはサラダオイルはあまりおすすめしません。なぜなら体に溜まってしまうからとか、まあちょっと時間がないので説明できませんが、加熱の時はひまわりオイル、あとは今うちでは玄米オイルを使ってますね。熱に強いオイルを使います。オリーブオイルは決して熱には使いません。加熱する時ですね、仕上げで使います。そしてトマト、ここまで来ました。塩、砂糖などを味付けして軽く煮込んで、だいたい 2,3 分煮込んだら終わりぐらいの感覚で私は作ってます。これはレストランの時からずっと同じようなレシピで作ってるのを皆様に公開いたします。パスタはだいたいお湯に塩を 1.5%、結構しょっぱいんですよ。そのぐらい入れて茹で上げてください。パスタの下味が一番肝心です。でパスタが茹で上がりましたら、先ほどのトマトソースと絡め、この時フライパンも上手になるとかっこいいですよね。なんか男の子とかそういうフライパンでさばきとかちょっと練習するんじゃないでしょうか。僕も練習しましたけど、最後にこの時今オイルを入れてるんですけども、火を止めてバージンオリーブを入れてます。火を止めるというのは、バージンオリーブというのは熱に弱いので、よいしょ、待って、うわお、してあります。待っちゃった、仕事うわぁ、こんな感じで、はい、頑張れ頑張れ、余裕にしてあげると子供も最後まで残さず食べて、お料理楽しんで、そして食事を楽しめるというのが僕の中の食育の一つに、そして生活の一つになっています。今回はトマトソースのパスタ紹介させていただきました。またよろしくお願いいたします。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。